先生、自己紹介をよろしくお願いします。大阪の堺市大鳥で整骨院をしております平田です。はい、MSD マッサージ塾とプロの違いを教えてください。マッサージ塾は基本的なマーケティングを教えていただいたところだと思います。プロはマーケティング以外にも自分の在り方であったりとか、まあ、雰囲気ももちろん全然違うので、すごく、はい、深いところを学べると思います。塾に入る前の月の売り上げはいくらぐらいでしたか？そうですね、もう7、80万ぐらいですかね。はい、入ってからどれぐらいの期間で月の売り上げどれぐらいになりましたか？そうですね、入ってから半年ぐらいで100万を超えたんですけれども、はい、去年の年商が2150万超えたので、もう、はい。なぜそれを達成できましたか？まあ、もちろんプロに行きたい、たくさんの先生方もいらっしゃるんですけれども、すごく刺激になったりとか、まあ、増田先生との距離も近いので、そこのアドバイスとかもあったりとかしました。このプロは何を学ぶところだと思いますか？まあ、マーケティングはもちろんなんですけれども、それ以上に自分は何をしないといけないのかとか、何が大事かとか、そういうのを見つめ直してもらう場所だと思います。はい、どんな仲間が集まっているところだと思いますか？そうですね、同じような志を持ってるじゃないですけれども、もう本当にいろんな方がいて、はい、はい、ありがとうございました。最後、悩んでる方とか、プロ入りたいけれどもなって思ってる、検討している方たちに何かメッセージがあればお願いします。そうですね、まあ、僕のように、僕も保険の治療をやってたんですけれども、まあ、自費に変えたいとか、まあ、少し今を変えてみたいと思う方は、ぜひ来ていただいたらと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。